前回は無事風の町アズラのストーリーをクリアしてフーラが仲間になったので、今回はまた別の町へ行ってストーリー進めていこうか。じゃあどこ行こっかな。まあ、前回アズランクリアしてその前グレンクリアしたわけだから、ジュレットガタラオルフェアってわけだけど、ガタラ行こっかな。まあ、ガタラにもねあるキャラクターがいるので、まあ、その人に会いたいなということで、まあ、ガタラに行こうかな。いやガタラも結構ストーリー面白いんでね、楽しみだわ。よし、ガタラ到着、ガタラ駅到着。さあここであるキャラクターがいるわけなんですけれども、まずは町の探索からやっていこうかな。こんにちは。雄大なるカルサドラ火山のふもと、ガクト・ガタラにようこそ旅の人。ガタラ銀河の北東にあるカルデア山道は、強い魔物がうろうろしているから腕に覚えのないものにはおすすめできん。あーまあそうだよな、多分強いやついるよな。なんかあのグレンにいる時もさ、グレン領東の北の方に行ったらめちゃめちゃ強いやついてボコボコにされた記憶があるからちょっと怖いな。自信がないな。南東にあるモガリム街道へ行くといいだろう。なるほど、モガリム街道は確かそうだね、弱いやつらがいっぱいいた。お、この町にはキーエンブレムをくれる者がいないようだ。うん、そうなんですよね。ここ結構変わった町で、他の町って結構王様だったりとか村長だったりそういうポジションがいたと思うんですけど、この町にそういったリーダー的な人がいないんですよ、そもそも。うん、それに、あ、あのガラクタ城に住むダストン氏はキーエンブレムを譲ってくれるような人物じゃなかったし、圧倒的ゴミ屋敷。危ないって絶対ここ住むの。なんか耐震性絶対ね、地震起きた瞬間に崩れそうなんだけど。危ないなあそこ。仕方がない、他の町で名を上げるとするか。まだまだなだこいつらは。10個全部集めようという心意気がない。キーエンブレムコンプリートという心意気がないよ。お、なんか来たな。なんか、するって、ぬるってなんか来てたぞ、今。かあ、まったくあのゴミの今はなんとかならんのか。せっかくの憩いの広場が台無しじゃ。もちろん世紀の大変人、ダストンがガラクタとゴミで気づいたあのガラクタ城のことじゃよ。ま、ゴミの中には貴重なものも紛れ込んでいると噂じゃがんな。例えば、キーエンブレムとか、キーエンブレムって、そういう感じであるもんじゃないでしょ。え？な、キーエンブレムの、なんか、あり方がわからないんだけどさ、キーエンブレムって、お宝みたいな価値観なの。キーエンブレムってなんか、そういう人に贈呈するための、なんか、表彰するために存在しているものだと思っているからさ、じゃなかったら、え？キーエンブレムが埋まってるってこと？あん中に。もしあんたがキーエンブレムを求めてこの街まで来たのなら、一度訪ねてみるのもいいかもしれんな。多分キーエンブレムってさ、街に何個かあるもんだと僕勝手に思ってたんだけど。なんかすごいことした人に表彰のために渡すよみたいな。ただ今の話だとその価値観が崩れ去ってるんだけど。あ、そうだ。フーラなんか話すかな。キーエンブレムをくれる人がいない？ガラクタ城って何のことだろう？まあ、一言コメント的な感じか。じゃあちょっと、行きますか？じゃあこの人たちも聞いてく？うひゃすげえな。よくもまあこんなにガラクタを集めたもんだよ。このガラクタ城の主ダストンは価値のない意味不明なものが大好きなんだ。ほんと変人さ。そうなんだよ、このダストンというキャラクターがこの先にいるんだけど、この人が本当に、まあ、言っちゃ悪いけど頭おかしくて。まあポンコツとよ。あ、こんにちは。あ、なんでここ怖い怖い怖い。なん、ぶつかってきたのに何も言わずに去っていった。あ、天知る地知る人ぞ知る。美少女怪盗ポイックリン、華麗に任務完了でございますわ。なんかパンツ見えてるけど大丈夫？ YouTube 的に。シンプルに映ってるんだけど。あ、待ってください。成長したわね、ポツコン。まあポンコツですね。ポツコン、お前アダグラムしたら完全にポンコツじゃん。今日はいつもより47秒も早いわ。めっちゃ早いじゃん。めっちゃ早くない？すごい成長スピードだ。47秒、いつもどんだけ遅いんだよって感じもするけど。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。塵も残さず綺麗に退散ですわ。待って、ポイックリ。ダストン様の宝物返して。
まあ、ダストンの宝物って言ってるってことは、まあ、しょうもないものなんでしょう。まあ、このダストンというキャラクターは、まあ、ガラクタが大好き。まあ、このありさまを見たらもうわかると思うけど、ガラクタ大好き人間なんで、価値観が人と、まあ、完全にずれてるわけですよ。ガラクタのものこそ宝物で、宝物をガラクタとして扱ってるんだよ。だからま、ガラクタ大好きなんだけど、宝物、おぉ。ガラクタが好きというよりは、ガラクタを宝物だと勘違いしているって感じかな。めっちゃブチ切れてる。まあそらそっか。ダストンにとっても宝。いや怖い怖い怖い。落ち着いてくださいダストン様。怖いよこの人。急に暴力。怪盗ボイクリンではありませんよ。見分けついてないの？だいぶ違うと思うけど、何一つ共通点がないけど。あぎゃぎゃぎゃ。なんですよ。そうですねダストン様。ああもう通訳だ。何言ってか全然わかんない。あギャギャなんですよって言ってたけど、わかるのかお前には。ボイクリンが盗んでいった緑の石板はダストン様が3日2晩掘って見つけた大変珍しいガラクタでした。珍しいガラクタも意味わかんないけどな。もうそれガラクタじゃなくねみたいな。ガラクタっちゃガラクタか、使えないもんだからっていう、なんかよくわからない。グモモモキーするなんて。通訳して、頼む。頼むよ。通りですダストン様。なんて言ってるんだ、ダストンは一体、ポツコン。このガラクタ城ばかり、三度も狙い。三度目なんだ。様のとっておきの宝物ばかりを盗むなんて、ひどすぎます。まあ、お掃除してくれてるってことかな。まあ、シンプルに言えば、このガラクタ城から。ボイクリめ、一体何の恨みがあって、この城にばかり。はあ、こんな時、チリさんがいてくれれば、あっという間に解決してくださるのに。チリさん、ゴミみたいな名前。いやすごい悪口みたいになってるけど、違うのよ、そういう意味じゃないのよ。ゴミみたいな名前ってすごい暴言言ってるみたいになるけど、違う、チリってね、ゴミじゃないですか。チリって、いやあのね、違うんすよ、そういう意味じゃなくて、本当にチリってゴミじゃないですか。チリ、あんなやつの話はしないでほしいですね。もう娘でもなんでもないんですから。ダストンに娘がいるという衝撃の事実。衝撃すぎるよ。こんな人がおやつとまんのかっていう。すみません。失言でした。あ、この方、何か御用があるみたいですよ。キーエンブレムください。絶対もらえないけど、こんな状態で。え？キーエンブレムが欲しい？そうなんです。なんですって？キーエンブレムなんて100に立たないもの、あげるわけないじゃないですか。キーエンブレム、まあ、役に立つけどな。これ役に立つよって力説すればくれるんじゃないの。ダストン様、この方一人前の証を持っていらっしゃいますよ。持ってるんですよ。すごい、このモンドコが目に入らぬか的な感じで、この一人前の証が目に入らぬか。一人前の証？ダストン的にはどうなんだこれ。きっとダストン様のようにガラクタ集めが大好きな同志の方ではないでしょうか。まあそういうことにしておいてくれポツコン、ありがとう。あ？あ、同志。あすごい、僕のこと好きになってくれたかな、もしかして。あ、おー、なんだそのぼんやりとした佇まい。紛れもなく本物のサンキュー品。すっごい悪口言われてないこれ。あんなにこの男の目は信じられるみたいなことを前回領主に言ってもらったばっかりなんだけど、この男の目はすごいみたいな、なんかそんな感じのニュアンスなこと言ってたよね。なのにもかかわらずそこ急にけなされてるんだけど。どうもよ。まあ、キーエンブレムくれるなら。わしの助手ポツコン2号です。ポツコン、まあ、ポツコンも多分名前じゃないんだろうな。ポツコンとポツコン2号だから、多分本当の名前がポツコンにもあるんだろうな。出動です、ポツコン2号。何としてでもポイクリンから緑の石板を奪い返すんですよ。急に？急にすぎないですか？いきなり？まだ何も分かってない。ポイクリンが消えたのは北東の方角です。ガッテンです。ガッテンです。かわいいやつだな。すごいなダストン様。お前はなぜこんなところで働いているんだ。それがわからなすぎる。ガラクタ
への溢れる愛情、尽きることのない情熱、僕も見習わない。お前も何ガラクタ好きなの？そうじゃないとこの辻褄が合わないんだけど。お前がここで働いているという。ポツコン2号さんでしたっけ。これからはダストン様の助手としてお互い頑張りましょうね。なんか拒否権がなかったんだけど、ユルシスもなんか言え。なぜこういう時に限ってはいいいえの選択肢がないんだ。助手に勝手にされてるけど。え、ダストン様はガラクタ集めが大大大好きでたまらないお方。それを手伝うのが僕らの仕事です。まあ、キーエンブレムもらえるんだったら全然するけどね。様のキーエンブレムと同じくらい役に立たない一人前の証を持っていらっしゃるならお分かりですね。そういう認識なんだ。いや、説明した方がいいって。絶対キーエンブレムと一人前の証はすごく大切なものなんですよって。何してんです、ポツコン2号。まだこんなところにいたんですか。こんなにガラクタ大好きなのにガラクタ見る目はないんだな。全然なかなかいい役立たずっぷりです、ね。もう何でもありだ。街を飛び出し北東へ出発ですよ。ポイックリンを追うんです。すげえ楽な職場。これでちゃんと給料もらえるんだったら本当に最高の職場じゃない。何しても許されるもん。てかむしろ有能なことしたら怒られるんでしょ。この感じ無能なことしたら喜ばれるって。もう何もしなくていいじゃん。じゃあえ、ダストとポツコン1号が無理やりパーティーに加わった。え、何それ。え、一応4人パーティーってこと。無理やり、まあ、無理やり4人ポツコンまで仲間になるとは思わなかった。え、ダストはまあわかるのよ。ポツコン、どうしよう。フーラー、なんかすごい剣幕で押し切られちゃったね。それにしてもカイトンポリンクインか、マスクの下はどんなお顔なんだろう。まあ、結構見えてたけどな。あんま隠せてなかったけど、あの目だけだから。何してるんです、早く追いかけるんですよ。なるほど、じゃあ行きますか。こんにちは旅人さん、いいこと教えてやるだよ。ダストンさんに聞かれないようにな。結構近くにいるけど大丈夫。ひそひそ、実はな、怪盗ポイックリンの正体はダストンの娘チリちゃんなんだわ。すっごいネタバレされた。今知ってたけど、僕は初見じゃないから知ってたけど、すごいネタバレするじゃん。あっちゃびっくりしちゃったわ。父親が知らずに持ち込んだ危険なもんをああやって盗んで処分してんだ。しっかりした高校者の娘さんだべ。まあ、やってることはすごくいい子なんだよな。ダストンがあんなとんでもないことをしてるから、ガラクタばっかり家に集めてるから、それを代わりに処分してあげてるっていう。まったくこの心親知らずだなんて、これじゃあべこべだべさ。もしもチリちゃんを追うなら町を出て道なり北東を目指すといいよ。了解です。カルデア山道に出るかなと。オッケー。いやー、まさかこんな簡単にネタバレされるとは。これ別にそんな隠してるわけじゃないのかな、ちょっとわかんないけど、めっちゃまあそうなんですよ。さっき言ってたチリというね娘がさっきのポイクリンと同一人物であると。だから彼女の目的も、このダストンのガラクタを処分することが目的で、なんとか改心させてあげようとしているわけだね。ちょっと、ポツコンの動きが気になるな。まあ、ダストンは最終的に仲間になるんじゃないか疑惑があるので、じゃ、ポツコンの方の動きが見てみたい。ポツコンは絶対もう今後仲間になんないからさ、ちょっと、あ、フーラがちゃんと話してる。いいね。あ、強っ。私は疲れましたよ。ダストンさん、ダストンさん強い、めちゃめちゃ強いです。そしてポツコンがちょっと可愛い。ビッキー、いやでもここら辺の敵一瞬で倒せちゃいそうだな。あ、強いけど、あ、でもハンマータイプなんだ。そういえばダストン出た。これが噂に聞くダストンの、あのたまにランダムな行動をするってやつ。出た。でポツコンがブーメラン、なんて特殊なやつなんだ。てかお前らちゃんとして武器使うんだな、あんなにガラクタ大好きなのに。フーラのレベルが上がった、いいね。スキルポイントが3ポイントゲット。あ、なんか喜んでる、かわいい。それではカルデア山道が目的地だからそっち行きますか。場所的にはウルベア、サマリ、モガリム街道、グルグ遺跡の森。あー、なるほどね。あ、待って、マップ見たらこれさ、前回の最後の方で釣り浪士のクエストやったと思うんだけど、マップに釣りできる場所、そういえば表示されてる。忘れてたけど、そういえばそんなんあったね。で、これがあったねっていうか、あの事前情報で確かにそういうのあったわ。で、ルーラストーン登録させていただいて、こっからだな。カルデア山道、
で、こっから多分ね、そこそこ強い敵がいるんじゃないか？あ？なんだ？ん？あ、ポイックリン。すっごい、スピード速すぎ。え？はよー！とんでもないスピード。あ。とうとう見つけたですよ、怪盗ポイックリン。なんで気づかねえんだ、お前娘なのに。そんなことある？そんな気づかないこと。あ。カルデア洞穴なら、わしのゴミ箱のようなもの。何がどこにどうなっているか、わしには全部わかっていますよ。あ、そうなんだ。いつもそこに行ってんのが。じゃあ、あ、ゴミ箱ってことは、あのダストン的には宝の山的な感じなのかな。先回りしてジャフンと言わせてやるです。宝箱的なニュアンスで今言ってたのかな。ゴミ箱だから。そっか、宝とゴミが あいつ的にはもう反対だから、宝箱のようなものですと。じゃあちょっとここら辺の敵でまた様子見させていただこうかな。ダストンさんがどんくらいいけるのか。まずは通常攻撃でも、ここら辺多分ね、そんな強くないんだよ。水の塔でいたからな、こいつ。これはいらねえです。あ、ありがとうダストンさん、そんなことまでしてくれんの。優しさがすごい。攻撃。あー、まあ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 。でからのブーメラン攻撃。あ、いけるね。やったー、やったー。いや、このポツコンがいる状態が多分ね、あんまりないと思うから、噛み締めたいな、ポツコンとの戦いを。あ、爆弾はいる。メガンテ撃ってくるかな、ちょっと。いや、でもメガンテやられた全滅の恐れあるから、やめとくか、さすがに怖いから。ドラムクラッシュってなんか、あれかな、もしかして、爆弾岩に火力高かったりするかな、岩石系になったらみたいな。なんかハンマー技にそんなのがあった気がするんだよ。このゲームであるかわかんないけど。じゃあちょっと構い、いや、待てよ。そうだ。ドルマ使えるんだ。ドルマ！これ50くらいだよね。強い！素晴らしい。私頑張ったよ。いや、ふーら、ほんと最高だよ。この先がカルデア洞穴ってことで、この先にポイックリンがいるんだよな。さあ来た。カルデア洞穴。おっと、お前はまさか、腐った死体か？腐った死体だ腐った死体だ。任せよっかな、フーラちゃんに。の、とりあえず僕が一旦、タイガークローしてあげる。いけ、タイガークロー、強すぎてワンパしちゃうよ。お前とか強いんじゃね？お前強そうだな。おめ強そうだな、フレーム。もう誰が戦ったことあるかわかんなくなってるけど。誰だっけ？誰戦って、誰戦ってない、腐った死体ものが戦ったような気もするし、いないような気もする。エテーニの時に戦ったモンスターか、それともアストリティアに来てから戦ったモンスターかわかんなくなってる。そして弱い。なんか溶岩の岩とかホットストーンとかありそうじゃない？溶岩のかけらありました。で、まあ、ここら辺はもういいとして、まあ、ここら辺の敵はね、多分戦ったことあるか弱いかとかだから、一旦飛ばさせていただいて、こっからよな。ちょっとまたジャンルが変わってくんだよ、こっから。で、お前キャットバットだな。まあただここら辺も多分弱いでしょ。弱いわ。ダストンさん、さすがです。運が良かったですね。お前も戦ってやれよ、アイアンクック。お、なんかいる。メイダクイーンか。メイダロードでした。アイアンクックとメイラ道路。まあ、ここら辺も言って、弱いっしょ。タイガークローでワンパーか。え？え？これはいらねえ。ダストンさん、いらなくない、いらなくない。そんなもったいない考え方しないで、これはいらねえですって。そんな簡単に魔法の小瓶使うんじゃない。確かにありがたくても、僕的にはね。僕的にはめちゃくちゃありがたいけど、強すぎると思ったけど、全然弱い。適当なこと言いました。消えろ。いや、いいね。4人パーティーだとやっぱり圧倒的にバランスというか強いね。あ、あ、これさ、本当にわけわかんないんだけどね。このドラゴンクエスト10オンラインでもあったんだけど、だから日光がダンジョンの中で当たってる場所、今も日光当たってたと思うんだけど、そういう場所になぜか知らんけオニオンがいるのよね。これなんでなん？これなんでなん？オンラインでもオフラインでもやっぱりいたんだけどさ、なんでここにオニオンがいるの？そしてなぜかレベルが上がっていく、こんなに少ないのに。ありがとうございます。あ、待って、12？ まだいけないか？あ、あと1。あ、でも結構、あれだね。もうすぐだね。思っていたよりも早めに行けそう。で、ここほら、見たらわかると思うんだけど、ちょっと日光が入ってんだよね。光の感じかわかる通り。この日光がなぜか照らされている場所に、毎回毎回オニオンがいんのよ。このドアチャカ大陸。なんでなん？よし、行きますか。ん？あ、まだある。これは？思い出の鈴。小瓶と思い出の鈴か。あれ？まさかボス戦か？
まあ、そんな早くは、あ、まさかこれを見つけてしまうなんて。ポイックリン、あの人には悪いけどこうするしかないわ。私を追い出した人だけど、大切な人だから。追い出したんだ、そっちから、ダストン側からなんだね。あなたは、こんにちは。そう、どこかで見た顔だと思ったら、あの時ガラクタ城の前にいた人じゃない。あ、そうですね、なんかすごいぶつかってきたのに一言も謝りもせずに勝手に逃げさせた、あの倫理観のない人ですね。そっか、あの人に頼まれて私のことを追ってきたのね。そうです。残念だけど緑の石板はマグマの中に捨てちゃったわ。もう二度と誰も手にできないように。緑の石板がなんかあるんだな、このポイクリンの言い方的に。そしてダストンどこ行った？ダスト、あれさっきまで僕と一緒に戦っていたはずなんだけど。あの石板はね、ウルベア地下遺跡の奥にある扉を開けるための鍵だったの。そんな石板が手元にあれば、いつかあの人は扉を開けてしまう。それだけはさせるわけにはいかないから。まあ、その先に何かがあるんだな、きっと開けてはいけない何かが。じゃあね、あの分からず屋にもよろしく伝えておいて。おお、すげえ、一瞬にしていなくなった。そしてその下にダストンさんがしっかり回収している。さっきの話聞いてた君。すごすぎる。ダストンさんとんでもねえ、身体能力エグすぎるだお前。聞いてた、そして話。ポイクリンのやつもまさかわしが壁に張り付いているとは思わなかったようですね。まあ誰も思わんだろうな、誰も思わんと思うけど、お前話聞いてた今のは、絶対開けちゃいけないって言われていたんだぞ。なんですかポツコン2号、そのしらーっとした目は。しらーっとした目してるよ今。はは、なるほど、さっきのポイックリンの話を気にしてるんですね。聞いてたんだな、ちゃんとそこは。この石板は残念ながら使えるものでしたが。ああ、そこね、確かに、そっか、この石板使えるものってことはガラクタじゃないからガラクタ認定できないという、そういうダストンのポリシーがあるんだな。これを使って開けられるウルベア地下遺跡の扉の先にはきっとさらなるガラクタが眠っているんですよ。あるわけねえだろ、あるわけ、そんな大切な扉を先にあるのはガラクタどころがお宝しかねえぞ。わしの勘は外れたことがねえです。この緑の石板ちゃんは必ずわしをガラクタの元へ導いてくれますよ。めっちゃ外れてるけどな、だってキーエンブレムも一人前の証もガラクタじゃないのにガラクタ認定してるんだよ。その時点でダストのガラクタメーターはもう全く頼りにならないわけ。そう、ポツコン1号2号、ガタラに帰ってすぐに準備ですよ。よく考えたガタラ、ガタラってさ、ガラクタってこと？クを入れたらガラクタじゃん。そういうこと、ガタラのもしかして元って。あ、勝手に強引に入ったくせに、ゴーイングメリー号で入ってきたくせに強引に外れていった。そしてお前何も喋らんのかい。おい、ポツコン、ポツコンが本当にポンコツだったんだが。じゃあ帰るか。ヤフーラのリレミとめっちゃありがたい。あ、喋る？喋らんのかい。鉱石も人によってはガラクタに見えよう。しかし我々鍛冶職人から見ればなんとも魅力的な宝の山なのだ。ガラクタに見えるものでもそこから価値あるものを生み出すことができる。それが職人というものなのだ。めっちゃいいこと言うじゃん。ちょっと、ダストン、この話聞いてるか？ダストン、お前、そうやって何でもかんでもガラクタ認定するのは良くないということを彼は教えてくれた。ガラクタも人によってはガラクタではないんだ。つまり、お前の求めているガラクタなんて存在しないんだ。こんにちは。あれ、チリさんに会いませんでした？え、ちょっと前にここを出て行ったんですけど。会わなかったな。でもチリってポイクリンなんでしょ。めっちゃネタバレされたけど、あの、よく知らない、名前も忘れちゃったようなただの NPC に僕はネタバレされたんですけど。はい、変わらず可愛かったな。僕と同じドワーフとは思えないから。まあポツコはね、そう、チリという女の子のことが好きなんだよな。チリさん
はダストン様の娘なんですよ。うん。とは言っても血はつながっていないし、3年前の壮絶な喧嘩の末、親子の縁も切られているんですけど。壮絶な喧嘩ね。何があったの、まあ、血はつながってない。確かにお前にてかダストンに奥さんとかいなさそうだもんな。そらそっか。ダストン様なら緑の石板を取り戻してきて、またすぐに出かけたって教えたら、チリさんすぐに飛び出していっちゃって、恋人はいるのとか、チリさんに聞きたいこといっぱいあったのダメだな。ちょっとキモいのやめろポツコ、さすがポンコツ。あ、そうでした、ポツコン2号さんに伝言です。ダストン様がウルベア地下遺跡に来いっておっしゃっていましたよ。ほう。ウルベア地下遺跡はこのガタラの北西にある大昔栄えた国の遺跡で、なんでもチリさんが捨てられてた場所らしいです。あ、そうなんだ。なんかあるのか。じゃあ、あんなに可愛いチリさんを捨てるなんて許せませんよ僕は。本当だよな。でポツコン声可愛くない？ポツコンなんか可愛いよね。お、それで伝言の続きなんですが、ウルベア地下遺跡は町を出て西の山沿いに進んだ先にあるそうです。なるほど。ただ入り口が少し分かりづらいようなので、最後は努力と根性で探し当ててください。それではダストン様を頼みましたよ。そんなポンコツに努力と根性があるとは思えないけどな。まあ努力と根性があるんだよ。でもダストンはあんなにポンコツ大好きなのに、そこに関してはちゃんとあるっていうね。いやもうガラクタのためだったら何でもするみたいな男だからな。じゃあ行くか。じゃあフーラにまた話聞いてみる。じゃあダストンさんの娘さん、全然想像つかない。話聞いてた？この人が言っていた話聞いてた？めちゃめちゃ想像がつくんですけど、あの帽子と仮面外しただけだと思うんですけど。あ、え？ダストンは拾ってきたチリ姉ちゃんを気に入らないかってまた捨てただよ。ダストンはひでえやつだ。チリ姉ちゃんがかわいそうだよ。あーそっか、まあ多分ガラクタ関係で多分喧嘩だったんだろうな。ガラクタ捨ててよみたいなことを言ってさ、ガラクタ捨てたくないって言ってブチ切れたみたいな、なんかそんな感じな気がするけど。ウルベア地下遺跡、この先にあるんだな。でここら辺の敵ももう弱いんだよな。ハンターフライとかも前倒したことがあるくらいの敵だし、バブリンもめちゃめちゃ今見た通り弱かったから、じゃああんまりね歯応えが君たちないんだよ。君は歯応えあるだろうね。軍隊ガニくん、軍隊ガニって戦ったことあったっけ、忘れちゃったけど、ちょっとタイガークローやらずに行くか。もうここら辺、あ、やっぱ防御高いね。ってことはつまりドルマめっちゃ効くんじゃないか説あるけど、どう？強すぎるよフーラー、すごいすごいすごいのはお前の方だよフーラー。いやーやっぱフーラー先に仲間にしておいてよかったな。魔法が使えて回復もできるってめっちゃやりやすい、めちゃめちゃやりやすい本当に。やっぱね物理攻撃特化とかになっちゃうと、それこそ前回のあの悪魔の騎士だっけがもう物理攻撃全然通んなくて魔法しか通らないとか、そういう時に全然ねこの攻撃の火力が変わってくるからめっちゃありがたい。でここが、ウルベア地下遺跡前、そしてこの中がウルベア地下遺跡とガタラゲン、あ違うこっからか、オッケーオッケー。いやーこのウルベア地下遺跡という場所はね、まあ、こんな感じで歯車が浮き出てる気持ち悪い場所なんだけど。まあここが昔栄えていた場所なんだよね。古代文明の地下とかも使ってるんだけど、この世界って。あの緑の石板、間違いなく捨てたのに、どうしてあの人が持ってるの？ポイクリン、チリさんがいなくなったと思ったら急にポイクリンが出てきたよ。隠す気がない。あなたは天知る地知る人ぞ知る。またやんのかお前。美少女怪盗ポイックリン、華麗に参上でございますわ。参上でございますわ。あーこんなことしてる場合じゃないのに。それもやるのがお決まりになっちゃってんの、癖になっちゃってんの、こんなことしてる場合じゃないのにって。そんなことある？相当やり込んでないとなんないよそれ。もう10年くらいやってますみたいな。お願い私に協力して、このままだとあの人はとんでもない過ちを犯してしまう。とんでもない過ちだって。実はねこの遺跡の地下深くには緑の石板でしか開けられない扉があって、その中には謎の古代兵器が眠っているの。めっちゃ怖いじゃん。あの人が古代兵器を目覚めさせてしまう前に緑の石板を奪い返さないと。急ぎましょう、あの人はこの先を右に曲がっていったわ。
そこから地下を目指せば追いつけるはずよ。でもこの遺跡めちゃめちゃ迷路みたいになってる気がすんだよな、確か。ポイックリンがパーティーに加わった。これは熱い。え、ポイックリンって何すんの？え、来たポイックリン、ちょっと待って、これは嬉しい。怪盗ポリックリン様はダストンさんのために石場を盗んだんだね。正義の怪盗なのかな。正義の怪盗というか、まあ、単純にダストンのゴミを収集しているというか、回収、ゴミ回収しているだけな感じはするけど、別に特にそんな深い意味もなく。まあただ一応ね、古代兵器を目覚めさせないという目的があるから、まあ、そこだけ見れば確かに正義の味方かもしれんけど、ちょっとじゃあ戦ってもらおっかな。マジカット、私に任せたいところなんだけど、ちょっとここポイックリンさんの技をお手並み拝見しておきたい。何するんだ？あ、なるほど、ナイフ系か。何持ってんのそれ。木の枝に見えるけど違うよね、さすがに。木の枝に見えるんだけど、そんなバカな話ないもんな、さすがに。ちょ、まあ普通に攻撃するか。はいはい。で、からの？からの？あー、あ、でもいいね。華麗にセーバーいたしましたわー、すごい。かっこいい。ポイックリン仲間になってほしい。ねえねえ、すごい、ダストに申し訳ないけどさ、ポイックリンに仲間なってほしいよ。で、ここがね、結構めんどくさくて、確か、まあ、ここを他に、なんだ、ボートの広間とかあるんだけど、まあ、そっちはもう無視して、まず、地下2階に行きます。もう、攻略 TV です。ドラゴンクエスト10オフライン攻略 TV 始まりました。で、ここまっすぐ行くんだよね。あ、今回わかりやすいね、でも。わかりやすいんだけど、間違ってこの、こっち側行っちゃうことがね、多分初心者あるあるなんじゃないかなという、思うんだけど、それ結構あるんだよね。じゃあちょっと、ドクドクゾンビとか、どんな感じでいける？ポイクリなんか、強い技とか使ってこない？なんか、スリープタカ的な、ヒプノスハントを今使っても、確かに毒毒ゾンビも常に毒かかってるみたいなもんだけどね。ヒプノスハントって確か、毒デビルの相手に3倍ダメージだっけ？なんかそんな感じだったと思うんだけど。いや、お前、毒毒ゾンビに使った、まあ、確かにな、おかしいよな。毒毒ゾンビにヒプノスハント使ったも、それ3倍になんだけおかしいはずだよね。常にかかってんだから。これはね、ドラゴンクエスト側が悪いと思うわ。毒毒ゾンビ、毒かかってるはずなのに、毒ダメージで3倍にならないっていう。これ完全にドラゴンクエスト10側に、ちょっと、言った方がいいかもしんないわ。アナウンス。メタルスライム来た！待って。これは、タイガークロー、行きましょう。どう？あんま悪くない悪くない悪くない。で、ナイスだけど、まあまあでもこういうこともある。メラよかった。で、僕ね、一回だけ、動画撮ってない時に遭遇したんだけど、その時、1ターンで逃げられちゃったんだよ。だちょっと、倒したいな。あ、まあ、ここら辺関係ねえか。もう攻撃だ。いけ。あ、いいね、ナイスフーラー。で、先行弾。おい、危ねえ。じゃあ、まあ、タイガークローかな、でもここは。タイガーが一番、打点というか、3回当たる。いやー、当たんないねー。あ、来た。え、いくつ？これ、いくつ来るんだ？とりあえず一旦、冷静にドルマ。冷静なドルマからの、お任せします。怖い。何？あ、メガクラムだけ、お前、そんくらいかい。そんくらいかい、お前。タイガークローでやっちゃうよ。よし。さあ、これでどうなる？ 3000 くらいあるか？オンラインと一緒だったら。1000とか？間取っての2000でした。おー、いいね。来た、待って。レベル21に上がったということは？あ、ま、こ、待って、呪文覚えた。ちょっと興奮が止まらない。あ、かわいい笑い方。ラリホー。あ、ま、ラリホー使うタイミングそんななさそうではあるけど。で、ちょっとこれはね、やらなきゃいけないことがあるんですよね。これを、ライガークラッシュ。ついに必殺技が打てるようになった。オッケー。この時点での必殺技はデカすぎる、あまりにも。で、あとは、フーラは、まあでも、フーラもね、つけたいやつがあって、これまだ3ポイント足りないから、他に回すべきか否かっていうのもあるんだけど、ね、他にも火柱とかね、ここら辺、スキルポイント低めでいけるから、そっちでもいいんだよね、一応。別に全体回復とかするレベルじゃないからね、今。あ、てか、癒しの数なのか、そっか。あ、って考えると、今の時点でこれわざわざ取る必要性があるのか、味方全体の MP、あ、MP か。HP じゃなくて、あー欲しいかもしれん。そうなってくると。HP かと思ってたけど、そっか、MP 回復技か。
あーちょっと欲しいですね。ちょっと貯めときましょうか。またいるよ、ほらほらね、言ったでしょ、この光が日光が入ってる場所に謎のオニオンさんがいるっていう、これマジで意味わかんないよね。でこの下が、ボートの地下道だね。畑とかにいんなわかるんだけどね、土もなんもないここにオニオンがいるという、怖いよ逆に。その状況が、お宝とかあるね、チーベだとか、あーまあ精髄悪くない。あばあるある、めっちゃあるめっちゃある。これ何、わーまあまあまあ、売ればお金になるか、リレミト持ってるから正直めっちゃいらないんだけど、めっちゃいらないんだけど、まあ持ってて損はないし、いいとしますか。よし、準備オッケーそうかな。じゃあ行きますか。この先に、てかもうここ行けちゃったらダメじゃね、よく考えたら。あ、でもあの右上のやつか。ちょっと欠けてるね。ボツコ2号じゃないですか。ダストンさん、やばい、バレちゃった。わしより早く来るなんて、出来のいい助手は好きじゃないですよ。もうどうすりゃいいんだよ、じゃあ遅く行くってこと。もうじゃあダメじゃん。それ助手の意味全くないんですけど。あ、こんにちは。やばいって、ポイクリンと一緒にいるのバレたらやばいんじゃないの。どうしたんです？珍しく真剣な顔なんかして。全然バレてない。全然バレてない。こんな目の前にいるのに。ちょいと見やれば、一緒にいるのは、ポイクリンじゃねえですか。気づくの遅。さすがポンコツ。真剣な顔してますよ、でも僕は。まさか。さては。わしの石板ちゃんを横取りに来たんですね。まあ半分合ってます、半分合ってるけど、なわけないじゃないですか、ダストンさん。僕がそんなことするわけがないだろう、ポイクリン。あれ、嘘つきの目です、嘘つきさんの目です。また目けなされた。この間僕の目褒めてくれたのに、他の人は。ん、怖い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 、ダストンさん怖いんですよ。え、わしとガラクタの中だけは誰にも邪魔させねえです。それガラクタじゃないってこの間話してただろう。違うんだよ。あ、何すんだ。あのくぼみに入れればいいんですね。やばいやばいやばい、お前本当に良くないって。やばいやつじゃん、お前ただの話聞かない。まあ、ポイックリもなんかダメじゃなくてもうちょっと力説しろ。こいつ話通じないんだから。あーあーああ、すごいすごい。その身体能力何なんだから、ダストンの。石板ちゃん、わしを夢のガラクタ王国へ導くです。導くです。ダストン、あれ聞こえますか。介入してきた、あいつまた介入してきた。この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。いやダストンに話通じるか、天の声。さすがに無理だって。こいつは無理だよ、そんな話しても。そんな知らねえってなっちゃうよ。はぁ、何ですか、誰ですか、あんた。そらそうなるわな。あなたなら、この者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。仲間になる未来が全く見えん。なあ、こんな天の声言ってるけど全く見えんのだけど。邪魔です、うるさいです。今それどころじゃないんですよ。でしょうね。ブギー、ギャッギャー、ビャー。どうしたどうしたどうした、怖い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 。え、何、うわ、ゴリ押した。お、負けてんじゃねえか、何やってんのあいつ。天の声、あんな陰謀ね、来てやりましたよみたいな感じで光り輝いてたくせにゴリゴリに論じ負けてるじゃん。うるせえって。ああ、ああ、お前がもっとちゃんと言ってれば。いえ、この先何があろうと絶対にあの人を守ってみせる。まあ、仮にも父親だもんな。お願い、あなたも力を貸して。ま、キーエンブレムもらえるか、本当によく考えたら。もらえるかもしれんって思ったけど、もらえるかこれ。出たな。すんごい。すんごいね。すんごいけど、これ、多分、動き出しますね。あるだけで邪魔になるような。あんなろくでもないガラクタを見たのは、初めてです。嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。でも、声色が。
トランスフォーマー、おお、かっこいい、合体。ソラダストンさんも侵入者発見、びっくりしますわな、ダストンさんも。てかお前そんな感じの声だったんだ。排除します。結構人間っぽい声してんね。もっと侵入者発見みたいな感じかと思ったら、ガラクタじゃなかったんですか。ダストン的にはそこがびっくりなのね。お父さん、ボイクリン。あ、これでわかるのか。お前はシリー。なんで今まで気づかなかった感あるけどね、これくらいで。これは太古の帝国ウルベアで開発されたウルベア魔人兵。声全く一緒だもんな。そんな強いんだこいつ。どうするのダストン。